で、えーと、例えばですね、そのまま事実を書くと会社のイメージが低下するっていうのは、えー、と具体的な私の、えー、と実際の先輩のケースですね、えー、予実管理をデジタル化する仕事を一緒にやってた先輩の話なんですけど、えー、とその方自体はですね、えーと、実際その予実管理とか業績管理っていうのを実際実務でしていた先輩だったんですけど、1個上のですね、えー、その方はですね、実際実務していて、えーとまあ、その 予実管理のシステム化というか、おデジタル事業を携わるきっかけになったのが、あのご自身でですね。業績管理をしていて、数値の数式のミスでですね、えー、利益の予測がですね、えー、何千万っていう形状ミスをですね。実際してしまったことがあるんですね。前者としてじゃなくてま1、あ、部門としての話なんですけどでえっ、ー、と当時ですね。あの、その先輩が扱ってたセル数でいうと、excel で4万セルっていう数式を。 セル数でですねで実際やっていたので、まあ、人の手では結構限界っていうところあ、えー、とメガあというかデータ容量でいうと30メガとか60メガとかあ、まあ、今でいうとそのなんていう通信環境とかですね IT が発達してそんなに大したデータ容量じゃないかっていうあると思うんですけど結構当時動かないみたいなレベルで、えー、いろんな数式を駆使していた結果こういうミスが起こったというところです。 でえっと、要するに私今何の話してるかっていうとこれあの社名付きで書けないんですね、えー。どこどこ企業が何千万っていうのを実際、えー、なんかミスしてましたっていうのを書けないんですけどあの本当に痛みを伴った話っていうのは実際こういう話なんですね。でこういうういい方がやっっぱ伝わるなっていうのもあって 我々はその実際お客様とか、す、え、べ、ー、てあのお客様がそういうケースとは限らないんですけど、その企業さんのですねイメージを損なうことはですね我々の本望ではないので、えー、まあちょっとふわっとした表現に実際になっちゃったりすることもあるっていうのの一つですね。はい、であのこのサイトのリニューアルで消したっていうのもですねちょっと時代に合ってないので、今日ご紹介するのは実はこっちのケースなんですけど、えー、あえてです、ね、こちらをご紹介したいと思います。 ちょっとっ、えー、と一昔前というか、多分ですけど10年ぐらい前の話なんですけど、この数式ミスのケースって。あの今のようにですね、エクセルが、えー、とセルをロックする機能っていうのが当時なかった話なんですね。えー、なのでこういうことが起こってたんですけど、エクセルの運用が煩雑っていうような表現をです、ね、しても、 あのこれをですね、こういうふうに書けないので、エクセル作業が複雑なんですよっていうふうにふわっとした表現してもですね、やっぱりこういうリアルな、例えばあの何千万っていうのを上司に怒られたっていう痛みが発生しないとですね、結局人が動かないように、こういったほうがですね、より伝わるんじゃないかなというところですね。<laughs> はい、で、ああせっかくなのでですね、業種とか業態とかですね、いうのを まあ、より詳細なケースをですね、えー、ご紹介できればと思っております。で目的はですね、えーまあ、非常にその身近、まあ、例えば IT 企業であれば IT 企業の事例とか、ああいったのを身近に感じていただくことで,ですね業務改善の必要性がより理解しやすいんじゃないかという意図で、えー、情報を提供できればと思います。<laughs> はい、では、ですね、えー、実際の事例となります。よいしょ はいでこれはの、えーと、弊社のですね、えー、記事になってまして、えー、と動画の概要欄にもです、ね、ちょっとリンクは貼っておきたいと思います。であの細かくはですねそちらの記事を読んでいただければと思うんですけど、えー、本内容はですねウェブサイトの改修に伴ってですね非公開となった過去のインタビューの再掲載記事ですというところですね、えー、クラウド事業の実際の事例ですね、あの実際、本当、実在した会社の事例です。